ジェシー・クレイグ・カールソンは、アメリカ合衆国コネチカット州ニューブリテン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。高校時代は、野球とバスケットボールの両方をプレイしており、野球では、州のチャンピオンシップで優勝し、最優秀投手に選出されている。コネチカット大学に進学後は、先発投手として活躍するが、 最終シーズンの2002年も、防御率は4.50と平凡な成績だった。同年の MLB ドラフトで、デトロイトタイガースから15巡目で指名され、入団、同時にリリーフへ転向する。2003年3月28日に放出された。2003年3月31日に、ヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2004年10月15日に、 FA となった。2004年11月11日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2005年は AAA 級シラキュースチーフスで開幕を迎え、6月上旬に AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに降格。10月15日に FA となり、11月18日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2006年は AAQ フリスコラフライダーズでプレーし、8月にトリプル AQ オクラホマレッドホークスに昇格。10月15日に FA となった。2007年1月23日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。トリプル AQ ニューハンプシャーで58試合に登板した。2008年4月10日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。この年はルーキーながら、 チーム最多の69試合に登板し、ブルペンを支えた。8月から9月にかけては14試合連続、無失点を記録。最終的に7勝2敗にセーブ、防御率2.25という好成績を残し、チーム新人王に選ばれた。2009年は、BJ ライアンの不審に伴うスコット・ダウンズの、クローザー昇格、ブライアン・タレットの先発転向により、 チーム唯一の左の中継ぎ要員として勝負所での起用が続いた。しかし、決め球であるスライダーの切れがにぶり、前年とは打って変わって不安定な投球が続いた。9月16日のニューヨークヤンキース戦では、ホルヘ・ポサダと乱闘騒ぎを起こし、ポサダと共に3試合の出場停止処分を受けた。2011年11月2日に FA となり、 12月8日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2012年6月16日に放出された。その後は野球界から遠ざかっている。変則的なサイドスローのフォームが特徴的なリリーフサワン。NHK 解説者の高橋直樹はカールソンの投球フォームを日本ならもっとリリースポイントが安定するフォームに強制すると表している。 速球は最高90マイル台前半だが、急速以上の速さを感じさせる。決め球はスライダー。左投手であるため対左打者用のワンポイントにもよく起用されるが、2009年8月終了時点での通算左率は対右打者よりも対左打者の方が悪い。ありがとうございます。